生がやってる大会ですので、自分たちの1年間の成果を発揮して、来ていたお客さんに楽しんでもらいたいなと思っています。学生のみんな頑張ってください。約1年前から準備してきた車椅子バスケットボール全国選抜大会が明日、明後日行われますので、学生スタッフ一同頑張ります。の意気込みを。いよいよ大会が始まります。緊張しますね。すごい人が多くなってきて賑やかになってきたのでちょっと慌ただしくなっていますが、今日一日頑張りたいと思います。司会は学生実行委員会淑徳大学コミュニティ政策学部1年上野恵里香が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。手話通訳は淑徳大学総合福祉学部3年藤間康之が務めさせていただきます。
誓います。平成28年3月5日選手代表宮城カップス本代表よいしょ、かっこいい感じ、いい感じ。
本放送新業一華です。この番組はチャレンジドスポーツ、障害者スポーツの中でも今特に注目を集めている競技、車いすバスケットボールの魅力に様々な角度から迫って、車いすバスケ、イスバスを応援していく番組です。今日と明日の2日間、千葉市中央区の千葉ポートアリーナで車いすバスケの魅力を生で体感できる大会が行われています。その大会というのは第5回長谷川良心記念千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会。5月に行われる国内最高峰の大会、日本選手権の前哨戦ともいえる大会で、全国から6チームの強豪が千葉に集結してハイレベルな戦いが行われます。ちなみに長谷川良心さんとは誰かと言いますと、淑徳大学の創立者なんです。実はこの大会運営に当たっているのはその淑徳大学の学生さんたちなんですね。